あれ？お前、確かバトー探偵事務所のカイト。なんでてめえがそのガキといる。ジュンは俺の依頼人だ。お前らこそ何の用だ。ジュンを知ってるのか。カイトのおっさん、こいつら誘拐犯だよ。誘拐？昨日からなんか俺のこと突き回してきやがってさ。うちの親父超金持ちだから身代金要求するつもりなんだ。悪い人じゃないからついておいで、好きなゲームを買ってあげるよって。手口が古いんだよ、バカだろお前。んだとこら、兄貴はバカじゃねえ。そうだぞバカ、てめえだろクソガキ。うるせえぞお前ら、余計バカに見えるだろうが。お前ら見境がねえな。脅迫の次は誘拐かよ。探偵のやることじゃねえだろう。黙れ、仕事の邪魔すんじゃねえ。そのガキをよこせ。この子は俺の依頼人でな、連れ去ろうってなら容赦しねえぜ。クソが、商売の邪魔ばかりしやがって。おい、やっちまえ。飛ばしてやるよ。うらっと、うわっ、うわっ、なんなんだろう。うわっ、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 身代金目当ての誘拐なんて成功すると思ってんのか。そうやな。おっと、動くんじゃねえぞ。俺たちの作戦勝ちだな。Hey, hey, hey.